さきでーす。今日はですね、オーストラリアのゴールドコーストに住んでいるミカさんにお越しいただいてます。ミカさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はですね、ミカさんに子供の言語について話を伺ってみたいなというふうに思います。ミカさんは最初は日本で子育てをされて、でそれでお子さんが5歳の時にゴールドコーストに住み始めたということなんですけれど、最初、お子さん言語をどんな風にして過ごしてたのかとか、そういったところからちょっと話を伺ってみたいんですけれど、まあ、当然最初はね、こう英語とか話せれなかったと思うんですけれど、その時はどんな風にしてこう幼稚園だったり過ごしていたんですか？子供も長男が5歳で、次男が本当生まれて2ヶ月でゴールドコーストに移住したんですけど、長男の学校に合わせて学校が始まる1週間前に、それまで日本の保育園にいたので、もう英語が全然話せなくて、まあ、主人がオーストラリア人で英語を聞いてることは聞いてたんですけど、なかなか話すまでにいかなくて、ほぼ 99% ぐらい日本語の生活してて、いきなりオーストラリアで100% 英語の世界に出たわけなんですけど、初めの1ヶ月ぐらいはやっぱり学校でも日本語で話したみたいです。英語で聞けるんだけど英語が返せないので日本語で返してたみたいですね。授業で発表の時も日本語で発表したり、で最初は多分困ってたと思うんですけど、あんまりそういうの気にしない性格みたいで、どん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 友達もたくさん作るようになって、英語も友達から吸収することが多かったみたいで、3ヶ月ぐらいしてポロポロ英語が出るようになって、あれよあれよという間にもう半年したら英語は本当に普通に話せるようになってきたんですね。半年でですか？元々インプット、英語をインプットして聞けたと思うんですね、何言ってるか分かるので、ただアウトプットがずっとできない状態だったので、そうやって半年ぐらい英語をずっとシャワーのように聞いてると、どん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 アウトプットの方に変換していって、まあ、会話ができるようになってきたんですね。で、1年経った頃にはもうほとんど会話は問題なかったですね。で、私も担任の先生に大丈夫か大丈夫かって何回も聞きに行ったんですけど、次の学年に上がれるかどうか、こっちの学校ってもし英語とかできないようだったらもう1年留年できるんですよ。まだ5歳だったので精神面でも次の学年に行けないような生徒は先生から言われるんですね、あなたのお子さんはもう1年同じ学年やった方がいいですよとか、で私もそれ言われるんじゃないかってずっと心配してたんですけど、まあ、大丈夫よって言われたので1年生に上がったんですけど、そうすると今度また別な問題が出てきてしまって、英語はだんだん話せるようになったんですけど、今度日本がだん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 話せなくなってきてしまって、で私が日本語でずっと会話をしてるんですけど、今度は英語で返ってくるようになっちゃうんですよ。なるほど、で、ああこれまずいと思って、もう日本人である私は子供には絶対日本語を話してほしいっていうのは必須だったの で私の両親とも日本語で話せなくなったのも最悪だと思って、日本語は絶対に私は話すように心がけてたんですけど、こうやって英語で返ってきてしまったから本当にショック でそれがしばらく続いたので、もうこれはいけないと思って必ず日本語で返事するように、返事するまで話さないよみたいな感じにして、それでもやっぱり英語が返ってくるんですよ。で日本語の勉強も時間決めて毎日やってたんですけど、だんだんオーストラリアに住むと日本語をやる必要性がなくなってくるじゃないですか。そうですね、なんで、それでもう本当に困ってしまって、毎週土曜日って補習校っていうのがあるんですね。午前中に日本語を学べる、補習校にも行ったりしたんですけど、土曜日が補習校だったので金曜日までに宿題がたくさんあったのでそれを終わらせなきゃいけない、土曜日に漢字テストがあるんですね、毎週、だからもう金曜日の夜も親子のバトルが始まって、漢字テストで0点取らせたくない親と自分はやりたくないじゃないですか、勉強日本語をやる意味があんまり見出せなかったみたいで、なので本当に金曜の夜はバトルが続いてしまって、これは良くないなと思って、だんだん主人もそこまでして日本語をやる意味はあるのかっていう風になってきてしまって、じゃあこれならもう日本に逆留学しようってことになったんですよ。で3年生の時に1年ちょっとだったんですけど、日本にもう全部またそれこそ家具とかも全部売り飛ばして、家族全員日本に戻ったんですよ、1年ちょっと。そのお子さんのためだけに、あとたまたま日本で主人が仕事をしてたので、なるほどなるほど、じゃあそれも兼ねて
兼ねて、はい、行こうっていうことで。でもメインは子供の日本語でしたね。そうですよね。でまた日本に行ったら行ったらで、ね、日本語をすぐ吸収して、日本語の会話は問題なく話せるようになったし、はい、あと漢字とかも毎日やっぱり宿題出るじゃないですか、はい、日本語と、はい、なので必要って毎日毎日やっぱり宿題をやっていったら日本語は急激に伸びましたね。はい、すごいな。はい、環境って本当に恐ろしいんだと思います。いやでもそれをね、お子さんがもう示してくれてるという代表、人間の可能性ですよね。人間の可能性って本当にこうもうすごい無限にあって、あとはもう環境次第でもういいも悪いも全然変わっていくっていうことなんですね。そうですね。はい、だからなるべくいい環境を親が作ってあげれればいいなと思って、できることをしてあげようっていう感じですね。はぁ、すごいな。それで1年間日本に連れてって、でまた戻ってきてみたいな。そう、もう本当だ。もう本当ストレスでしたよ。全部売り飛ばさなきゃいけないし、家具とか、はい、でまた日本からこっちに戻る時も全部引っ越し、はい、海外に引っ越して大変ですよね。腰は痛くなるし、足は痛くなるしで、骨院通いながら引っ越しありました。すごい。でもまあ今見ていただいてる皆さんの中で海外で住みたいなって人が多分いると思うんですけれど、まあ、そういう人たちやっぱりこう言葉の壁ってすごく大丈夫なのかな、自分の子供ついていけるのかなっていう人たち多分多いと思うんですけれど、今のね話を聞いてると、もう子供なんて、まあ、僕らも踏まえて、もう人間全員もう環境に行けばもうその可能性を開花して、必ずねもう言語の壁なんかをすぐ取っ払えるっていうことですね。はい、あとは親の励ましてあげたりとか、はい、褒めてあげたりとか、うん、自己肯定感高くしていってあげると、はい、より一層早く習得できるかなって思いますね。はい、あ、なるほど。じゃあもうちょっと単語をマスターできたなとか、ちょっと喋れるようになったなとかってなると、うわすごいみたいな感じでどんどん褒めてあげるっていうことですね。なるほど、なるほど。いや、ありがとうございました。今日はですね、オーストラリアのゴールドコーストに住んでいるミカさんに話を伺いました。ミカさん、ありがとうございました。ありがとうございました。そして皆さんも最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。これからオーストラリアゴールドコーストの育児教育の動画をですね、どんどんミカさんには配信していただけますので、ぜひチャンネル登録とですね、そしてグッドボタンいただけたら嬉しいなというふうに思っています。また地球子育てではインスタグラムやツイッターもやってます。動画を文章して、コラムのようにしてまとめて配信をしていますので、そちらもまた違った形で楽しんでいただけるかなというふうに思ってますので、ぜひご覧いただけたらと思います。ということで本日の動画をこれで終了いたします。皆さん最後まで聞いていただきありがとうございました。バイバイ。